皆さん、こんにちは。ダンスと笑顔で地球を明るく照らすマリコチャンネルです。またさせられてないかも。あ、こっちの方がいいのか。みんな元気？今日はね、なお先生が、スマイルフィットネススタジオのなお先生、あのヒップホップの先生がね、かっこいいんだよ。なお先生ね、ロサンゼルスに行ったの、アメリカのね。そのね、お土産食べてみる。なんかね、ロスで今やってる ASMR のお菓子なんで、私バービーよ。ロサンゼルスからやってきたの。今日のコーディネート、ピンクのワンピース決まってるかな。皆さん、ロスのお菓子を何個か紹介するから楽しみにね。炭酸水好きなんだけど、コメントに炭酸水私苦手ですっていう人がいたから、今日は紅茶にしてみる。いろんな好みがあるよね。結局ささやけないかな。飲んでみる。もうすぐさ、囚人が帰ってきそうでさ、貴重な時間を慌ててやってる。あ、慌てちゃダメだよね。みんな寝るとき聞いてるから言ったりしないと。あ、これビヘープスって読むのかな。ペップス、マシュマロ、私にぴったりですね。そう思った。開けてみるよ。やっぱアメリカはさ、日本だけどパッケージ可愛い。この大きい皿に並べたら可愛いかなと思ってさ、今日ウィッチウッドのお皿を用意した。
サギかな。あ、アヒルかな。食べてみて。私のペットを紹介しますって感じだよね。私のウサちゃんですみたいなね。こっち行くかよく。手取りしたらバービーちゃんまでよくつない。ボビちゃん、この
菓子知ってる？はいはい、知ってる知ってる。このお菓子人気よ。そうなんだ。こっち置こうか。どこだっけ？あの海外のさ、輸入のお菓子屋さんだ。この皿いらないか。
雨のような雨のようなラムネのようなそんな感じです。そうか、お姉ちゃんこの間ってカム食べてたけど雨かな。胸のようなめっちゃかわいい。でもハートだよ、ハートにね。あ、これいいね。 Let's kiss、 Let's kiss って書いてある。 Let's kiss、 Let's kiss。 見てるみんなに、おばさんじゃなくてみたいな人に会いたいな。もう帰ってきそうだな。食べる。並べたいとこだね。このお皿がね、意外にねちょっとでっかい割にね丸いからね。見える？見えてるか？ほんとちっちゃいお皿の上ね。
dream. Nice. この声なんだろう。いる。I L U. I L U. どういう意味だ。教えてください。というわけで今日はなお先生の買ってきたお土産をいろいろ食べてみました。みんなも様子に行った雰囲気が味わえたかな。マリコンもね、23歳ぐらいの時行ったよ。また行きたいな。メルローズアベニューとか行ってね、楽しかった。一人で歩いてね、お姉さんちはお茶してるよとか言って、一人で歩ったけどね、かっこよかったね。それにバスに乗って